黒竹は、静岡県の伊豆半島北東部の山領にある山で、ある。標高は798メートル。熱海市、田形郡神奈美町、伊豆の国市の山市町にまたがっている山で、約70万から30万年前に活動した田賀火山の東側が、大きく侵食されて残った地形である。 山頂の縦間板には799.2メートルと表記されており、国土地理院の発表と標高が異なっている。山頂部の西から北斜面にかけて観光道路である伊豆スカイラインが通り、同有料道路でも長めの良い区間で駐車場も複数整備されている。伊豆半島ジオパークはこの付近からの優れた展望をジオサイトとしている。山頂北には 氷が、池があり、かつては氷を切り出したこともあったという。その資金にはかつて存在した熱海高原ロープウェイの黒竹駅が残されているが、現在はほとんど使用されることもなく放置され、老朽化している。山頂の南東斜面には、朝鮮で最初の女性パイロットである、僕高志本が、1933年8月7日に、墜落、死亡した。 東京を出発して、朝鮮、満州へと向かう、日満神前飛行の途中であった。現在では、石踏みが残されている。山頂北の西端な駐車場、その至近にある登山口が最短の登山道で、山頂まで約10分ほど。山頂部は、背の低い笹で覆われているが、山頂そのものは、芝地となっており360度の展望がある。天候に恵まれれば、 南アルプス、富士山、箱根山、西浦山地、駿河湾、天城山、相模灘などが眺められる。黒竹を丹那盆地から望む。黒竹の山頂付近から氷が池を望む、遠く奥のピークは岩戸山。黒竹から北を望む、奥へと伸びる山漁は丹那山地、遠方の雲の中に、箱根山、右端に、真鶴半島。 神奈美町の大嵐山より北西部を望む。右のなだらかな稜線から膨らんだ山が黒竹、手前の低地は田形平野、中央の3階が箱根山、下を流れるのは狩野川。AB 国土地理院日本の主な山岳標高伊豆の石踏み巡り24、イコール女性飛行士の草分け墜落死、僕高し元上層南伊豆新聞ウェブサイト、二千十六年一月。 閲覧、ありがとうございます。